静かになったのに皆帰ってしまうたじゃ。どう？まだ私丸屋さんの焼き鳥食べてないの。今治の丸屋さん、丸屋さん、渡辺慎さんがよろしくって言ってました。めっちゃめっちゃ業務連絡。あの渡辺慎さんってね、四国ではねもうすごい有名なパーカッショニストなんですよ。あとあの自転車漕ぐ人なんつうんですか、あチャリ、ママチャリじゃなくて、あの競輪選手じゃないんだけど、なんか自転車、まあいいや。パーカスの人がね、ん、丸屋さん今治に行って2回振られました。今度またツアーに行ったら寄ります。新さんによろしく、新さんのつけで食べます。ありがとうございます。明日も頑張ってください。ありがとうございます。そう、今治ってすごい焼き鳥屋が多い。そうね、でいきなりは入れない、空いてないから、みんなね美味しいところが予約で詰まってる。それで丸屋さんも2回振られちゃって、そしてあの空いてるところに入ったら、こうやって座ったらメニュー見たら馬刺しとか書いてある。熊本さん馬刺しとかね。いやいらんし、いらんし、いらんしみたいな。だからまだね、もうね5回ぐらい今治行ってるのに、まだ一度も今治の焼き鳥を食べたことがなくて、はい、今日はもう店じまいなんですね。そうですね、ね、今日はエントリーしてないけど、ほらあの私の友達で深川鶏のコマーシャル歌ってる子がいる。わかん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 ここでね、メンバーをね、仲間を呼んで一緒に歌いたいと思います。今日ね、NBC じゃなくて違うバンドだったけれど、私の週なので